はい、どうも。今日皆さんにご紹介するのはヘキサバトルズです。許可しない。面白いといいな。ヘクサバトルズかな。ヘクサイバトルヘクサ87みたいなことね。YouTube の無料の音楽じゃねえか。説明なしね。説明。ゲームのルールはシンプル。できるだけ多くの六角形のスペースを青に変えましょう。自分の青いタイルをタップしたら次の動きを選びます。クローンを作るかジャンプをすることができます。ジャンプ、なるほどね。他のタイルの隣に着地すると青に変えることができます。すべてのスペースが埋まったらゲーム終了です。それでは頑張ってください。なるほどね。こうするとほぼ攻撃ができないから、こうか。これをここに行けばいいんじゃない。ねえ、自分が飛んだ先が、あれ、また私の番。自分が飛んだ先がいっぱい相手に面してるといいってことだから、ここでしょ。しゃらくせえな。まあこうなるわな。積みじゃない、これで。ええやん。私賢いですから。また長押しして侵略、どういうこと。なるほどね。人をどんどん増やせってことね。あれ、もう積みじゃない。ええやん。もっと接戦にして相手を増やした方が良かったのかな。まあだけど負けるのは嫌だからな。なるほど。緑で人を増やすという手もあるか。こういうことか。あれ、増えた今。あ、増えたか。あ、ミスした。しゃらくせ。しゃらくせえな。ちょっとやべえんじゃね。
しゃらくせえな。ちょっと接戦にされてんのが腹立つね。終了。結構圧勝だった。最初増やした方がいいんじゃねえかな。増やすには緑が増やしたことになるのかな。そうだよね。分身を増やす。やられた。順番か、そうか。3回に1回か。難しいな、意外と。頭使うよ。腹立つね。頭使うね。こうかな。やべえな。ここか。最善手はここかな。結構変えられるやん。結構変えられるね。やべんじゃね。だんだん打つ手がみんななくなってきて、最後に蹂躙したもんが勝ちだな。腹立つね。終了。あ、まだ一個あるのか。まあ勝ちは勝ちだけどね。ちょっと面白いな。頭を使う。4人相手か。一旦まずね、味方を増やすのがいいと思うんだよな。タップして1人追加。で、私の番。一人増やして、やべえじゃん。
あはは、やべえんじゃね？勝ったは勝ったね。結構接戦だな。もう一回やろう。なるほどね、離れ小島スタイルね。やられた。隣移動で一人増やして、さらに、うわー、やられた。さっきひどい目にあったから、赤黄色が敵じゃないな、この感じは。いやー、手痛い。どこに行って打つのがいいんだ。こうか。で、こうじゃない？ええやん。こうか。こうだ。おお、やられちゃった。封じ込めたと思ったのに。こっからは飛べないのね。ああ、こういうことか。これでいいや。私の番ね。勝った。
ええやん。これも暗飲しません。珍しい。この間のあれに続けて2個目の暗飲ゲームじゃありませんでした。暗飲登録、暗飲しない登録してね。